おはようございます。モテキ工作みそら研究所、今日も朝礼やっていきましょう。12月10日ですね。7時42分です。森本あかねさん、おはようございます。花丸学習会のですね YouTube チャンネルに私今ハマっております。高浜先生、存じ上げてはいたんですけれども、見れば見るほど善に見えてくるというもう素晴らしいよね。本当すごい人だなと思います。昨日の動画だけじゃないんですけど、なんか本当になんていうか、花丸学習会ってなんていうんですかね、まあなんだろう、うまく広がった塾のようにも見られるかもしれないですけど、まあ、極めて科学的なアプローチというか、素晴らしいなと、本当にもうね、みそら研究所的にはずっとね、なんていうか指針としてこうテキストとして扱いたいなと思うぐらいクオリティの高い動画ばっかりでしたね。本当に素晴らしいです。ありがとうございます。なんですか、森田さん、おはようございます、山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます、山田友人さん、おはようございます。猫が、猫の寿命ね、すごい。なんかその人じゃなくてペットの寿命で考えるとちょっと愛情もありつつ冷静になるちょうどいい中間どころで、なんか、死生観ってさ、人で考えるともう感情移入が強すぎて重いっていうか、なんかそのまとまらないというかメタ認知できないなって思うんですけど、やっぱペットぐらいの距離感って、なんていうか、まあ寿命が短いってのもあって、それを倍に長くするっていうのがどうなんかっていう問題設定っていうのは、なんかまあとりあえずなんていうか死生観の取っかかりとしては考えやすいなっていう、決して軽くはないんですけども、なるほどなと思いましたね、はい。中島明さん、おはようございます。あれ、誰か飛ばしてないで、来週かさん、おはようございますって言ったら、ね、清水信之さんも言ったね言いましたっけ、もうダメだやばい、今日はちょっといまいちですね。もう一回最初から言うか、砂塚森田さん、おはようございます。森本あかねさん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。で、来週かさん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございますと言えたね言えてた、はい。昨日はですね畑真由美先生が関わっておられる本の紹介を昨日僕のスタンド FM の音声で紹介したんですけど、まあ、脳幹ってまあ脳みそのうちの、まあ、部位のことを言うんですけど、なんていうか人間とか、まあ、高等な哺乳動物の脳みそって、まあ、いろんな機能が備わってて、まあ、運動神経からこうなんていうか意思があるじゃないですか。その意思があって、その意思に対して目的が生まれて、それを成し遂げるための命令をこう筋肉に下して行動を作ると、まあ、そういう基本的には僕らそういうふうに自分の行動を認識してるっていうか、まあその大脳だから、ほとんどのことはまあ大脳から命令されて実現していることで
僕らも世界を見ているじゃないですか。ですけど、まあ、その大脳の内側にですね、脳幹っていう部位があって、で、まあ、それは要するに高等生物じゃなくても、まあ、原始的に、生命体としてこう自律的に、あの、なんていうか反射運動を起こすっていう、まあ、そういう部位があるんですよね。でそこは要するに赤ちゃんの時はなんていうか生まれた時に大脳に対しては何の情報のインプットもないから、そういう状態でも最低限のこう反応の動きだけで、しかるべく生命維持の行動が取れるように、まあ、自動のプログラムがインプットされているという、まあ、そういう部署ですね。まあ、そこに原始反射っていう仕掛けがかかってて、まあ、自動的になんかある条件を満たすとグッと手を握るとか、ある条件を満たすと唇がこういうふうに動くとか、まあなんですかね、手足もそうなんですよね。グッとこう内側に丸まるとかね、なんかそういう反応があるんですけど、その反射ですね。その原始反射が、まあ、大脳から命令して意図的に動かすっていうこととは、まあ相反した機能なんで、その徐々に成長に対して、その原始反射が抜けていくと、まあ、そうすることでこう自分の意図的な、大脳からの命令に対して神経側通が発達して運動神経が成立するという話なんですけど、まあ、原始反射がこうある程度残って残り少なかれ残るんですよね、子供の頃で。まあそれがブレーキとしてこう大脳からの命令に対して自分の意図とは反した反射をかけてしまうので、まあ、ブレーキとして作用してしまって、なんか変動な動きをしてとか思っても見ない行動を取ったりとかっていう、まあそういう仕掛けになっていると。で、まあかなりその原始反射が激しく残ってしまうと、まあ運動機能だけじゃなくて、その学習であるとか、まあ落ち着きとかね、性格と思われるような、まあ、集中できるかできないかとか、まあ、言語障害もありますね。あとは何だろうな、要するにもう非常にこう恐怖心が常にこう襲ってきてしまうとか、だから安全安心を保って心理的安全性とか言うじゃないですか。であれはまあ一般的にその普通に暮らせる状態の人に対して心理的安全性っていうのは、まあそういう心理学とかそういうことでさ、まあ、大脳の反応に対してこういう心理があるよねっていう 理屈だと思うんですけど、そもそも脳幹の部分でもうなんていうか強制的な恐怖心であるとか不安感であるとか、まあ、そういう土台がこうぐらついている状態だと、まあ、大脳の心理プロセスみたいなところにアクセスしても全然話になる、なんていうか筋書き通りにいかないというか、まあそうで、まあ結構 ADHD とか HSP とか、まあ、繊細さんとか言われるじゃないですか。あかりさんおはようございます。昨日はね、花丸学習会フィーバーでした、僕の中で。でそのちょうどね、畑真由美先生の脳幹の本もう紹介したいなと思ったところで、花丸学習会の高浜先生の話も両方こう僕の中ではすっごくつながったんですよね。要するに高浜先生がやってらっしゃる学習会での非常に科学的なアプローチだと思うんですけど、まあ表面的に見るとすごくノウハウとしてはこうした方が伸びるよねっていう、伸び伸びするよね、みんなが上機嫌になり集中するようになるとか、まあじゃあそれに対して親の距離感ってどれ辺がちょうどいいんだよとか、まあ
母親の重要性とその母親に対する父親の距離感と、まあ両方すごく丁寧に解説されてて、まあもう本当にね10年前に知りたかった話の一つだなと思いますね。本当にスプリントテクニック以来の10年前に教えてくれよというねそうなんですよね。でまああれもそのまず分かった上で、分かっちゃいるけど翌日からできるかってまた別の話で、本当に一日一日トレーニングしてちょっとずつちょっとずつこう失敗を繰り返しながら、間違った距離感をやらかしながらちょっとずつアジャストしてって徐々に良くなっていく話だと思うんですよ。まあ、ママの子供との距離感の関係性と、で父親のママとの、関係性ですよね。で、まあ、そうすると父親の方が子供から若干距離が出るはずなんですけど、まあ、このバランスがですね、子供、ママ、パパとこの三角形があると思うんですけど、まあ、父親の方が若干遠めで、あくまでママのサポートに徹するっていうね、まあ位置関係ですよね。このバランスで考えるとですね、この三、まあ、シンプルな僕は三角形でいいかなと思ったんですけど、その距離バランスの三角形がいびつになった時にいろいろややこしいことが起こるというね僕はそういうふうに理解しました。でそのややこしいことっていうのの多くがですね、まあ、その畑先生の関わっておられる機能の本ですね、脳幹に関わる話に、要するになんていうか大脳が未発達でまだ脳幹がまあその完全に安定してなくて、まあ、原始反射が残ってる残ってないっていうだけじゃなくて、まあある意味不安定なんですよね、脳みその全体のバランスが。まあ大脳がこう先にガン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 発達しちゃう子もいれば、そうするとまあ脳幹が不安定なままどの大脳だけこうどんどんインプットが激しくなっちゃうとか、まあ、逆もあるんじゃないかと思うんですけど、だから脳幹はすごく安定してるんだけど、まあ大脳はさ、その要するに大気不安定じゃないですけど、大脳に対するインプットっていうのはゆっくりやってるっていうパターンもあるのかもしれないですけど、まあでもそれ大事で脳幹から先だよねっていう趣旨なんですよね、昨日の畑先生の本は。でその脳幹に、じゃあ何をインプットさせるかって言ったら、言葉とか文字とか、そういう大脳に訴えかける情報じゃなくて運動機能であると。要するに指先をどのように動かすかとか、要するに一番安心できる存在であるママとどのようにどの距離感でどんな動きをしているかっていうことなんですよ。でじゃあママがその距離感でちょうどよく程よい子供とのこう遊びというか、まあ、原始反射がこうほぐれていって、脳幹が安定していって恐怖心が抜けていくという状態を成立させるためには、ママに対してパパがどういうことをしなきゃいけないかということを話しているのが高山先生の話だなと思ったんですよ。まあ、めちゃくちゃこう僕の中でね、こう2冊の本が、まあ、高山さんの話は本じゃないけど、2つのセオリーというか理論がもうガチッとハマってて、なるほどってなって、もうなんかね眠れなかったですなるほどってなって、いやでもこれはなんていうか、ただの育児学っていう一面的な側面で捉えればそうかもしれないけど、もっと深い話だなと思って、でなかなかこれ言語化難しいですよね。私はどういうポリシーで子供を育ててますぐらいの話ではなくて、
まあ日常こういう行動を取るようにしていますまではテキスト化しやすいと思うんですけど、まあ、それは結構ね、あかねさんがよくシェアしてくださいますけど、じゃあそれはなぜなのかってバックグラウンドに例えば高間さんのセオリーがあり、もっとちょっと別な角度からいくと脳幹トレーニングの一環としても非常に的確であるというね、見え方もあるわけですよ。でその高山さんのこう研究してきたのはこういろんな子どもたちを見てきてこういうふうにやるとこうどんどん伸びるっていうまあ要するにサンプル数をたくさん取って、どういうふうに教えるのが一番伸びるっていう研究、実学的な研究だと思うんですけど、その確からしさを支えているのが、まあ、いわゆる脳科学の方でも同じことを言ってるっていう整理になるんですかね。あ、友人さんおはようございますそうですね。で、なんかそのそんな脳科学と教育学とこうすごく結びつい三角形で結びついたところに友人のこう死生観の話がこうポンと入ってきてでちょうどいいなと思ったんですよ。僕は猫の寿命で死生観を考える上でちょうどいいなと思った。ちょうどいいっていうのはなんていうんですかね、人間そのもので死生観を捉えるって重くてみんな捉えきれないんですよね。なんか目立認知しにくいし感情が強くなりすぎるというか。おはようございます。捉えきれないなと思うところなんですけど、でもみんなやった方がいい、考えた方がいいことも分かるんだけど、入り口なんかもうちょっともうちょっと俯瞰しやすくて、まあ年月ももうちょっとこう短めで、分かりやすく体感値としてこう経験しやすいもので置き換えると死生観っていうものを考えるように、はい、その道筋に入ってきやすいんじゃないかなと思ったんですけど、猫、いやめちゃくちゃなんかその昨日の話いいなと思ったんですけど、それはね、なんか要するに猫だってなんていうか本来こう野生での寿命があり、いろいろこう動物病院としての処置をすることである程度こう平均的にはちょっと寿命が伸びるみたいな話があり、でそれをさらにこう超えて、2倍になっちゃうぐらいのやり方があるというか、それがこう生まれてくると、まあ、それは人間の関与によってなわけですけど、でもこれはその猫で死生観を考えると、それで猫だけの話なのかっていうと、いやほぼほぼ猫で考えておけば人間もほぼ似たようなことになってるっていうね、思うんですよね。で、まあ人間もその50年だった寿命が、まあ野生っていう、野生、人間の野生って分かんないけど、野生、いつぐらいまでを野生って言うんですかね分かりませんけど、まあでも、もっと短かったわけですよね。で、まあ、それこそ、戦国時代ぐらいまで来ても、あそこまで発達しても50年、よくて50年だったのが、まあ倍になってるわけですよね、ほぼほぼ。で倍になってなんですか、まあその倍にさせた方法っていうのは様々あると思いますけど、その食事であったり住環境であったり、それこそその災害で亡くなるみたいなことに対しても、その確率をね下げるために様々な工夫がなされ、そうするとそういうので、寿命
寿命とはそういうの普通カウントしないのかもしれないけど、まあでも確率をこういろんなこうリスクというか、まあどんどん下げていって、であらゆる方向からこうなんていうか保険じゃないですけど保険がかかって、死ににくくなっていくといった結果、まあ今の寿命があるわけじゃないですか。で、なんだったらもっと伸びるかもしれないですよね。っていう話をこう伸ばすことに対しての、欲求っていうのは分かりやすいし、ずっと長くこう大事な人とは長くいたいからっていうその欲求は非常に分かりやすいんですけど、一方でその相反するのかな、分かんないですね。でも死生観をって相反する項目を扱いますよね、きっとね。要するに、まあどうやって、自分の生命体としての終わりを迎えるのがいいのかみたいなことだと思うんですよ。でも生物の種として考えたら、終わることの方が適切であるから終わるように作られているわけじゃないですか、僕ら。で、もともとの野生動物とかでもそうなんですけど、まあ動物として考えると寿命って何で決まるかっていうと、適切な寿命で、命を途絶えさせるのが種全体の発展としては一番適切であるという最適解を選んでその寿命が設定されるっていう、まあ、生物学的に言うとそういう話なんですよ。で、それに逆らうわけですよ、人間は。まあ、科学なり、感情の力、エネルギーなりをこもってして、なんとかして伸ばしてやろうというね、ものすごいこう積み上げというか研究による努力を積み重ねてそこに力を注いで、まあ、ある意味自然の摂理にかなり逆らって寿命を伸ばしてきていて、でその寿命を伸ばしたこと自体がもはや自然っていう域に達するというね、なんかまあ不自然なんだけども、そもそもそういう人間はさ、そういうことをやらなんていうか自然界において不自然をもたらす生物としてこうガンガン進化してきてしまってるから、もはやそれはその不自然に寿命を伸ばすってことすらもまあ自然の一部だよねっていうね、なんかその堂々巡りなんですけど。で、まあそういう中で死生観も50年で考える死生観と80年で考える死生観があって、話はこう多分全然違うんだと思うね。それこそなんだろう、50年で大体人は死ぬよねっていう前提で社会を作るから、大体人は80年ぐらいになったら亡くなる確率が高いですっていう、まあ平均的に言うとそういう感じですっていう状態で社会を作るかは全然話が違う。で、そのまあなんだったらもっと伸びるだろうと、ほっとくとっていうか、なんですかね。で、そうすると今度なんだろう、まあ、健康じゃないけど、不自然を自然としてしまっている人間っていう考えを面白いと感じました。なるほど、そうですよね。面白いですよね。そうそう、だから死生観ってその生物学で見るっていうのと、日本人の文化として見るっていうのもあれば、なんていうのか、人類普遍の考え方としてこうではないかという倫理として持っていくかで結構差が開くと思いますよね。で、まあどれも最もなロジックを組み立てれると思うんですよ。
それはね、でどっかで混じるわけですね、お互いで。どっかで混じってお互いこう、そうだね、そっちから考えてもそうだねっていうことと、あの逆に相反して、そんなのは生物のこうなんていうかドライな話だろうという、そういうことじゃねえんだよみたいなさ勝ち合う部分とね出てくるよね。うん、だからなんかそのなんだろうな、生物学の科学が進化しているのも、あのなんていうか死生観を複雑化させるというですねで倫理っていう普遍的なものをこう、あここ落としどころだよねって、人の生き方として、うん、こうだよね、これがいいよねっていう、うん、まあそれをこう素直に積み上げていく結果導かれるあり方というか、まあ、その延長線上での死生観っていうのと、まあ、社会からすると80年っていう前提で社会を設計、制度設計してますよと、まあ、例えば年金とかですよね、あとはその医療体制とか、まあ、それを税金で何割負担するとか、まあ、何でもいいんですけど、それって50年が寿命っていうので前提で社会制度を設計するっていうのと、まあ、80年前提で作るっていうのは全然違うと。で80年前提で作ってるけど、それさらに伸びるってなると、その変化に対応できるような柔軟性を持っているかというと、まあ、ないから、あのああだこうだとこう揉めるわけですよね。でそのじゃあそうしたらさ、お金なくなっちゃうじゃんとかっていう話と、一方でそれは死生観に合わないみたいな話と、そこでもこうショートコンフリクトっていうかさ、あのぶつかっちゃうんですよね。でまあ、だからそのとにかく人間の場合はあの非常にですね問題が複雑化しやすいんですが、あの猫の場合はまず野生の寿命ってのが動物学的にはっきりしているじゃないですか。でその上で、ペットとして扱った場合に、比較的その病院獣医さんに見てもらえればこれぐらいは伸ばせるっていう、まあある程度のラインがあって、まあ、それも数年の話なんですよ。でその上でじゃあそれを倍にするってどういうことが起こるのっていう、で本当になんていうかドライに完全に一動物として見るだけではなくて、結構な感情が入ってるから、非常にこう人間の死生観に対しても置き換わる要素を持ってるなと思って、で程よくこう10年20年30年っていう、こう人間の頭である程度時間を認識しやすい長さっていうことがねあって、そういう入り口から死生観を入ると、死生観を考えるっていう、そのなんか重くって難しそうな問題にアプローチしていくときに、こうペットの猫から入るっていうのはあのありだありだって言ったらいいんですけどなるほどなとすごく思い浮かびやすかったです、うん、イメージしやすいというか、あのなんだろうな、僕は猫を飼ったことがないので、ペットを飼ったことがないんですね。だけどもう飼いたいなと思っていたけど飼えないマンションにいるっていうだけで、なんだろう、憧れみたいな感じの距離感なんですよ、猫とか犬とか。なんかね、だからあの近くの林に秘密基地を子供の頃作ってて、でその秘密基地にあのやってくる野良猫をまあ半ばペットとして見ていたっていう感じの経験はありますからね。まあ、あとは、うん、なんかそういうのはちょいちょいあります。あとはなんか、あ、まあだから虫とかカメとか爬虫類両生類みたいなその程度のペットはねあるんですけど、まあそこに対してこう小学校の頃あれ持ってきたりあれを買ってきたり、
金魚みたいなやつとか、まあ随分乱暴に扱いましたね。なかなかあの残酷な扱いをしてますよね、うん、まあ要するにあまり知識のない状態で連れてきて、閉じ込めて、過酷な環境下で死なせてしまうということを繰り返し行っていたので、まあでもなんだろうな、卵を産んでなんか孵化するみたいなのがこうカエルであったりとか、なんか何やってたんですかねあれはね。でもなんかああいうことしたくなるってのも不思議なこう欲求だなと思いますけど、なんだったんですかね、うん、そもそもだから人がこうペットを飼いたくなるって何なんでしょうねっていうこともあるかな、ひょっとするとね、うん、ちょっと死生観から話がずれてますけど、ペットを飼いたくなるって何なんですかね。なんかそのまあよく言えば何かしら育まれるものがあるとも言えるんですけどね、うん、でもなんかその自分のこう目の届く範囲で、生き物が生まれて死ぬみたいなのをこう子供の頭でも処理できるぐらいの短いスパンでこう目の前で見るっていう、そうまあ結局ね自分もいつか終わる、いつか終わるじゃなくて確実に終わるっていうことはどっかで無意識に感じ取るのかもしれないですね、うん、でなんかまあなんかさ、そのよくそのお仕事とかビジネスとかだと終わりから考えて逆算してみたいな話をよくね、生産性を上げるためにとかっていう話でしますけど、あのまあ本来こう生命体として、人間もそうだから、まあ死生観を考えるとかってそういう一環の話だと思うんですけどね。なぜペットを飼いたいかと、死生観というものは多分ずれていない、あそうかもしれないですよね。ちょっと明確に僕の中で結びついてないけど、なんか関係あるような気がしますね、うん、ペットを飼いたいと思うのはひょっとしたら不思議だなっていうのを今初めて思いました、はい、でなんか死生観みたいなそのちょっとこう固くてあまりその口なんだろうな、おいそれと簡単に口にできない言葉のような感じがしちゃってて、そのとっかかりたくないって思う気持ちとでもなんか無視できないっていう、そういう距離感の言葉ですよね。で終わりから逆算すると、まあだからどう生きるのかっていう話になるんだけど、でもなんかその今何かしらこうもうちょっと向上したいで積み上げていってどう生きるのかの話はたくさんあると思うんですよ。こう生きるべきだみたいな、そういう話の方がこう自分の今の延長線上で改善していってより良くなるっていう方向性の、うん、話はとてもこう人間の頭に向いてるんでしょうね、考える上で。でそれはすごくたくさんそういう情報もあるし意見もあるし、その意見にこう部分的に賛同したり、それはちょっと僕には合わないなって思ったり、それはこうすごく反応がしやすいんですけど、死生観ってこう死は訪れるってこう先にこう蓋をしてですね、そこから逆算して、っていう話って非常に難しいですよね。難易度が高いというか、だからね、こう避けてきたところは正直ありますね僕は、うん、でもあの人間で考える前にその猫の話で非常になんていうか実例がたくさんあって、で周りの人がどう思うかっていうのを飼い主さんで置き換えると、まあ非常にその
人間の反応としてこう周りの気持ちにもなれますし、すげえいい問題設定だなと思ったっていうね、問題設定としていいっていうのが適切か分かんないですけど、まあ、でもなんかそんな感じでこう非常に響きましたね。はい、だからまあその昨日ね、その畑先生の脳幹と原始反射の話から始まって、でそれって生まれたっての時に、自動的に自律的に動く脳にインプットされたプログラムがこういう風に発動するよと、でそれが徐々に取れていくよ、それって成長なんだけど死に向かってるわけですよね。で徐々にちゃんとこう適切に取れていった方がより良い生を生きれるという理屈で、その延長上によりよく集中したり、より上機嫌でいたり、その時間を長くするためにはどういう学習がその子にあったものだよと、あるいは大人になってもこういうふうに心理的に安定して過ごせるようになるよっていうセオリーっていうのが高浜先生の話だと思うんですよ。それは親子関係も含まれているし、夫婦関係も含まれていて、まあ役割に合わないことを無理にやろうとすると、であるいはその距離感が役割を果たす上で適切な距離感っていうのがあって、人間同士のその親と子、父親と子、母親と子、母親と父親っていう距離感が、適切な距離感っていうのがあって、それを逸脱したところで大きなエラーが生じやすいという、セオリーですよね、高浜先生が言ってるので、まあエラーを起こすことは全然いいんですけど、生きにくさにこうもがいてどうしても苦しいっていうんだったら、それはちゃんと一回学んだ方がいいなっていう整理になるなと思うんですよ。でそれってずっとこうより良くなるためにはどうやったらいいっていう積み上げの話だと思うんですけど、どっかから積み減らしていかなきゃいけない、必ず衰えてって死に向かってより良い死を目指していくっていうフェーズがどっかであるんですよね、折り返し地点というか。まあ衰えていくし、残せるものはもう少なくなっていくんだけど、まあどうやって死を迎えるのがまあいてよかったですねっていう状態になるのかっていう、まあその解を探すフェーズに入っていくというか、まあ、そこが死生観みたいな話になってきて、もう 重すぎてみんな そこから目を背ける習性であることも、人間の脳みそにはそういうなんか習性が仕組まれていて、死生観に目を向けたがらないですよね、僕も含めてなんですけど、そんなことしたくないって、でもせざるを得ないよねっていうのことを、ペットというこう第三者じゃないけど、まあメタ認知しやすい存在で置き換えると、まあちょっと冷静になって恐怖感から逃れて考えてっていうことができるなという話でしたね、になりました、結果的に。でもね、もうとにかく今日言いたいのは、高浜先生が素晴らしいんで、高浜先生のブログとかね、もうみんなで読みましょう。でおっしゃってたんですけど、やっぱりそのこうなんていうのかな、大人同士のつながりがこうブツブツこう断ち切られていって、仕事とお金だけの関係になっていくと、大人が不安定になっていっちゃうんですよね。そうするとまあ子供に対して、本当だったら注げる愛情がこううまく注げなくなっていっちゃうっていう、まあ、そういう仕組みで大枠を捉えてらっしゃって、本当そうだなと思って、まあだからつながった方がいいよっていう、その関係なさそうな
どうでもよさそうな人同士でうまくつながっておくっていうのは意外に大事なことだよねっていう、その自分の子を上手にこう愛情を注げる、自分のコンディションを整える上でっていうことかなと思ったんで、まあ美空研究所はその一端を少しでも担えるコミュニティになれたらいいなと思ったという話でございました。ということで今日も一日皆さんでどなたと笑いますでしょうか。それでは今日も良き一日を。じゃあね、ユージンさんありがとう、あかねさんもじゃあね。